そして二人が、今日渋谷の兄貴がお好み作ってくれんねんて。そのゴミ置き場を通り過ぎたその瞬間、飯豊が飛び出したのだ。岸本、ここがてめえの墓場じゃ。貴様ごときがうちの大将に近づくんじゃない。それがどうした。死ねん岸本。気合だけは一流や。せやけどスピードが足らんな坊や。ドスはこう使うね。地獄で自主練しとけ。ゴー、くそが、視界が。そして飯豊は一気に間合いを侵略される。まずは君から地獄行きや。さいなら。カマキリのようにぶったげる。うわっ、小峠の兄貴、弱くてすみません。